岡本雄二の鬼決め全問答。はい、岡六先生こんにちは。こんにちは。はい、前回のなんか補足があるとかで。あ、そうですね。前回巴スイープをやったんですけれども、はい、それについての補足で、かつ連携連続技にもなるので、はい、紹介してます。巴スイープを紹介したんですけれども、まあ巴スイープ行こうと思うと、相手はこらえてくるわけですね。はい、まあ前に来れば来るほど持ち上げられて、巴来るなってこの上の人が思った時には、相手の反応としては、要するに乗っかってくると相手は巴スイープを食らうので、はい、腰を落としてくる場合があるわけですね。なるほど。腰を押されるとはいけない、はい、そういった時には要するに巴投げで前に投げる技ですよね。はい、前に投げるんですけれども、相手はそれを食らいたくないので、腰を落としてくると。はい、その時に左手で相手の右足首を掴んで草刈りスイープ。なるほど。つまり草刈りと巴というのは対になっているんですね。そうですね。どっちか決まりやすい方で決めればいいのかなと思います。なるほど。はい、なんですかね、草刈りばっかり狙うんじゃなくて、巴を狙うことによって草刈りがやりやすくなるんですね。そうですね。はい、わかりました。逆にだから、やりたい決めたい技と逆の技をやるといいかもしれないですね。なるほど。巴が得意だったら草刈りからあえて入ったりとか、はいはい、草刈りしたかったら巴から入って相手が来られたところを草刈りで倒すとか。なるほど。はい、でちなみに今日は、今日は、シザースイープをやります。はい、これもつながってるんですよね。はい、そうですね。片襟片袖ガードで入ったりした時、はい、ガードに入っていると、はい、襟を落とす、襟を深く掴んで落とすと、はい、大体の人は腰を落としてくるんですね。あの和式トイレに入ってるかのような、もっと腰を落としてくると、はい、こういう風に体勢になるわけです。前屈姿勢はきついですからね。そうですね。はい、こういう体勢になるので、例えば腰を蹴ったりとかでもいいですし、まあ、この体勢がきついので相手は、まあ、たまに右膝をついてくる時があるわけですね。右膝、はい、これは上の人にとってはやってはいけない体勢なんですけれども、なるほど、この体勢になった時にスイープに行けます。はい、で、まあ、まず形だけやってみますと、はい、右足、はい、すねで相手の胸の前あたりに置いとくわけですね。かかと、はい、足首が腰のあたり、はい、で右膝が相手の右肩とか右胸の前あたりに来るようにするわけですね。はい、でこれシザーっていうのが、まあ、昔シザーハンズっていう絵がありましたけど、ハサミっていう意味なので、はいはい、右足と左足を交差するようにした、左足を腰にあった左足を相手の右足の外側、はい、この時もこういう状態ではなくて、はい、膝が膝裏が膝の近くに来るようにする。はい、で左足はこっち、右足はこっち、この動きをハサミのように、そうですね、はい、して倒してあげると、まあ、これが最初の初心者の人がやるといい形だと思います。このシザースイープっていうのは結構その形に入った瞬間しか決まりませんよね。はい、でこれフェイントもあって、ええ、例えば一つは相手がまあだから左手で持ったりとか、私の右足を持ったりとかした時に、はい、足膝を引いて、足回しをするようにして当てるわけです。はい、これで三角締め、なるほど、行くこともできますし、あとは右足をまた腰に当てるんです。うんうんうん、腰に当ててあえて行かない方に足を振るわけです。はい、で戻り際に、なるほど、膝スイープを仕掛けた振り子を使って、はい、振り子のようにするといいのかなと思います。つまり、片襟片袖ガードで相手がくの字の形を体勢を嫌がって、腰を落としてくると。そうですね。和式便所のように、はい、その時に、誤って右膝をついてしまったら、つまりその片襟側の、はい、そうですね、膝をついていった時にはシザースイープがかなり有効であるし、そうですね、または三角締めにも連結できるし、はい、または反対に振り子に触れてもう一回シザースイープにもいけると。そうですね。その一点もう一回見せてもらっていいですか。はい、このくの字を嫌がって相手が腰を落としてくる、腰を落としてくる、で誤って右膝をついてくると、はい、体勢が嫌なので右膝をついてきた、はい、この瞬間ですよね。はい、ついてきた瞬間に左手を、はい、このまま伸ばしてると相手は右手をつけちゃいますよね。はい、なので左手は胸に、自分の胸につけておいて、はい、で膝裏をスパッと外して、はい、
この時右膝はどうだったんですかね。右膝はもう胸のところに当ててますね、はい、でサッカーのボレーシュートのような感覚ですね。はい、スパーンと蹴って、はい、で上を取ると、はい、でこの時気を抜いてると足を絡まれたりしちゃうので、はい、そこだけもったいないですね。これは倒したらしっかり相手の体を挟むように、なるほど、ガッチし挟んでおくと、キープをするといいと思います、はい、でまたはそっか三角の連結っていうのは、そうですね、まあ、膝をついてたとして、はい、相手はもしかしたら膝スイープ来るかもしれないと思って、はい、まあ、例えば右膝を浮かしてきたりとかするかもしれないけれども、ああそっか、まだまだその前屈ですからね、かなり入っちゃうと、はい、例えば、まあ、ここから、はい、先ほどやった、はい、あのを持ってから脇を持って、そうですね、はい、脇のところを持って、はい、行くやり方でもいいと思います。または、反対側に振り子のように、ね、はい、ここで膝スイープと見せかけておいて、はい、いや実は違う技を行きますよ、一回腰を反対に振っておいてもう一回行くってことですね。そうですね、この時大事なのがこのままズリズリやるんじゃなく、はい、で起きるようにして、へえ、はい、ああそうか、起きた方がそうですね、起きた方が横に倒れるだけですからね。そうですね、なるほど、背中の接地面が少ないので、はい、よく分かりました、はい、うん、結構今回も高度でしたね、はい、岡本さんが実際使っている語り方ですね。そうですね、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。